皆さんこんにちは、ドクターキヨシです。日頃カウンセリングの際に理想の芸能人やインフルエンサーさんの写真などをお持ちいただくことはよくあるんですが、キャバ嬢風のお顔に憧れる方も多いんじゃないでしょうか。今回はキャバ嬢風のお顔になるために必要な整形に関して詳しくお話していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいてチャンネル登録よろしくお願いいたします。キャバクラの店内というのは照明が暗いので、その中でもはっきりと印象に残るような濃いめのお顔が多いと思います。ナチュラル系のすっぴん風メイクというかはバッチリメイクが入るようなお顔立ちの方が多い印象です。そういったお顔になるためにはどういった整形をしていけばいいんでしょうか。1つ目、目頭切開ですね。目頭切開っていうのは目頭のこのコヒダ張ってるのを取ってあげて、目頭をシャープにして離れ目の印象を改善したりとか、目を大きくしたり平行二重にしたり、目頭側の二重幅をしっかり作りたい時とかに行う手術です。このコヒダが張ってると幼くあどけなく見えるんですね。 Twitter とかでですね、伊豆商売の方のアカウントのところを見てると、高所得の男性っていうのはあどけなくて幼いような顔よりも完成された美しさ、シュッとしたですね、垢抜けた印象の方を好むような男性が多いようですね。なので、もこひだが張ってるあどけない顔よりかは目頭がスッと切れ込んだ大人っぽい顔を好む方が多いと思います。なのでキャバ嬢の方も目頭が切られたりとか、もともともこひだがないような方が多いと思います。続いてキャバ嬢風の顔になるための整形、その2、目尻切開ですね。先ほど目頭切開とペアになるような手術なんですけど、目尻側をですね広げて目を大きくする手術ですね。キャバクラの店内暗い中だと目が大きい顔っていうのがですね映えますから、点裂って言って瞳の見える大きさ、まぶたの裂け目が大きくなるような目頭切開、目尻切開っていうのはキャバ嬢の方に人気の施術だと思います。キャバ嬢といえばですね、ちょっと前に流行った矢印花みたいなシュッとした花の方が人気のイメージですよね。今がですね、矢印花みたいな極端な花よりかちょっとナチュラルのアップノーズだったりが流行ったりしてるんですけど、それでも鼻筋を通ってる方が多いと思います。あとはですね、鼻筋だけで鼻先のシャープでとんがってるお顔が人気だと思いますね。鼻筋鼻先を整える手術としてはヒアルロン酸ですね。あとはテスリフトノーズっていうのがおすすめです。ヒアルロン酸はこのクレビエルってやつおすすめですね。すごく硬いので鼻の造形にはすごく向いています。鼻先からですね、マイクロカニュールというものを管を使って全体に高さを出していく。例えばわし鼻だったらわし鼻を埋めたりもできますし、鼻先をまっすぐ細くできますよね。あとは鼻先から鼻中まで入れることによって鼻を高くシャープに尖らせることができます。鼻のヒアルロン酸っていうのは一応リスクは高いんですね。大手ではですねやってないところも多いんですけど、僕の場合はですねかなりの症例数経験がありますから安全にできますので、鼻全体のヒアルロン酸注入をご希望の方はぜひご相談ください。神奈川病院新宿院ではお客様の目の前でヒアルロン酸を勧誘しますので、ご安心してご利用ください。あとはもう一つ、ヒアロン酸以外にもキャバ嬢風のお花などの整形としてテスリフトノーズというものが挙げられます。テスリフトノーズというのは顔にリフトアップに使われるテスリフトの花番ですよね。メッシュ構造になって鼻筋が鼻先、あと鼻中、そして小鼻の引き締めを使います。ヒアロン酸というのはなかなかですね小鼻の引き締めはできないので、キュッと締まった小鼻にしたい方はテスリフトノーズがすごくおすすめです。続いてキャバ嬢風のお顔になるための整形、その4、顎ヒダですね。キャバ嬢の方っていうのはキュッと尖った顎で V ラインが綺麗なイメージですよね。顎がちっちゃいでどうしてもですね横顔も綺麗にならないので、キャバ嬢の方っていうのはお仕事中はドレスを着てらっしゃいますし、髪の毛も綺麗に巻いたりしてますよね。その後やっぱフェイスラインから首にかけてのラインっていうのはすごく目立ちますから、そこが綺麗であることがすごく重要です。顎をシャープにしてあげると輪郭が綺麗になりますよね。やっぱりおすすめ顎ヒダ、クレビエですね。これは顎にも使えるので、鼻だけだと 1cc 絶対余っちゃうので、鼻で 0.5cc ぐらい余ったら顎に 0.5cc ぐらいがおすすめですね。当院はですね1本ごとの料金なので、部位ごとの注入量、流通量いただきませんから、鼻に入れたものを余れば無料で顎に注入できます。1本で鼻顎ができてすごくコスパいいと思いますね。神奈川美容科新宿院はですね、場所から歌舞伎町の近くなので、現役のキャバクラ嬢の方がすごくたくさんいらっしゃるんですね。僕はそういった方々もすごくたくさん担当してますので、ご要望にお答えすることができます。今働いていらっしゃる方も、これからキャバクラに働きたい方も、ぜひ一度お気軽にご相談ください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への質問や感想もどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。